バッテリーが壊れていた電気自動車をインターネットオークションで販売し、代金を騙し取ったとして、四十六歳の男が逮捕されました。はい、詐欺の疑いが持たれています。で、うん、ネットオークションに関してこのような調査結果があります。先月発表されたものなんですが、ネットオークションを利用したことはありますかという調査で、はい、全体の三割以上の人が使ったことはありますというふうに答えています。はいはい、その中で。うん トラブルを経験したことはという質問に対し二割以上の人がありますというふうに答えているんですね二割五、まあ、人に一人ってことなので、はい、まあまあ一言ではないというかう、ね、あるあるという感じなんですね、はい、そこで深掘りしていきますフリマネットオークションの購入トラブルと対策についてですトラブルの事例二つ見ていこうと思いますまずこちらです、はい この男性がフリマアプリで入手困難なブランドのパーカーを買いましたで届いたんですが記事に違和感があって明らかに偽物でした、うん、しかし出品者は返品に応じず アプリ運営の事業者に相談をしても当事者間で解決してくださいというふうに出てきたんですね<ー>で個人間での取引となるためまトラブルが発生した際には当事者間で解決するのが原則ということで<ー>解決が難しかったということなんですね<ー>もう一つの事例こちらです娘さんがとある人形を 3万円でで落札しましまたななかなかの、はい、オークションですねねそうです、ねうん、ですると出品者から銀行口座に代金を振り込んでくれれば本日中に発送いたしますというふうに連絡が来て現金を振り込みました、はい、しかし数日経ってもその人形が送られてこなかったので問い合わせたところこのアカウントは現在使われておりませんと<ら>連絡先変えられていたんですね。ね、うん オークションサイト内であれば保証制度があったんですがサイト外での取引だったので対象外となってしまったそうです両方ともまあ泣き寝入りというような感じですが、はい、お大谷さん、これ最初から騙すつもりだったとっいう感じもしますよね、まあ、あの先ほどの返品のケース言われたものと違うということで,、えー、で今回のケースもあのアカウントが消されているということかすればはい、はい、両方とも詐欺罪ですけどね。うんうん ただこの一件って詐欺で訴えて、事件にすると、なかなか。そうですね。面倒くさいですし、難しいですし。はい、そうですね。うん、はい。なんか悔しいけど、泣き寝入りせざるを得ないのかなというところもあるんですが。引、はい、っかかり痛くない,、はい。そうですよね。じゃあ対策はどうなんだろう。はい、このような対策があります。うん、フリマアプリネットオークションの専門家である川崎さんに伺いました。もう<お>やはり、買うときに予防することが大事ということで、四つあります。 まず出品者の評価を見る、星マークで、この人、星5つとか4つとか出てくるじゃないですか、あ,るあ,るあとクレームなんかも、ね、そうなんですよね、なので、マイナスの評価がある場合は、なぜマイナスなのか、そのコメントをよく見て、大きなトラブルがある人からは買わない、うん、これが大事だと,いうことです評価の数も大事ですよね、そうねたくさんあるということは、飽きないをいっぱいしているということなのではい、ね 続いて妥当な値段であるかこれ、うん、低価でしたり相場から大きく離れているものは怪しいと思った方がいいということでした、はい、またブランド品は値段にプラスしてシリアルナンバーであったりギャランティーカードが付属しているかというもの いうのも大事だということなんですが、はい、最近このギャランティーカードとかレシートもこううまく偽物を作る人がいるんですよね。何を信じていいのか <laughs> 本当に<ー>はい、見極めるの難しいかもしれないですけど、<ー>こういったところにも注意が必要です。続いて周囲に相談をする。こうオークションですと早い物勝ちですから焦って買ってしまうのもわかるんですけれども、これどう思うと家族や友人に相談することも大事ですよね。一般的な詐欺のケースもこれね他人に,に相談するっての重要ですよね。そうですね。あの あのわざと焦らしてもうあと1点しか残ってないとかいうやり方しますからね,、はい、ね何時間以内だとそうそうだこの値段とかもありますもんね,あ,ね、はい、あとはサポートセンターに電話するのも手だというふうに続いて取引はサイト内でということであの保証制度があったり購入者のもとに商品が届いてから出品者に代金が支払われる制度もありますので、うん、こういったトラブルを防ぐことができますよね。 決めつけちゃいけませんけど、なんとなくこの三人の中でいや利用をよくしてるだろうなというのは柴田さんですけど。ああ年齢的にが、うん、はい。やってます？やりましたね。あのああ大学入ってすぐの時に、かつて好きだったアーティストのこう DVD だったり、うん、グッズをもう売ったんですよ。もう今は用がないと。<laughs> 言い方よろしください <laughs>、ね <laughs> あの。本当に好きな人の元でこう輝いてくださいという思いを込めて、その儲けたいとかそういうのではなく、はい、まあただ初回限定版 でしたから、<ー>はい、もうすぐ売れたんですけども。うんはいはい、別に儲けようっていうんじゃなくて,てですね、はい。ではなく、捨てるのはちょっと気持ちがあれなので、うんでね、っていう気持ちで出してましたね。買う方もあるんですか。買う方もあります。あの今はもう廃盤になっている本とか、私でしたらドラゴンズの解説者の方の本を買いましたね。おおトラブルなし。一切なかったです。あ<ー>はい。そうですか。 私はね、手間が面倒くさそうで、やらないんですよね。梱包とかね。そう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 。はい、はい。ええー、まあ、一度やらなきゃなあとは思ってはいるんですけれどもね。はい。はい